でえっと、どうしようかな、あちなみにね、あのここをえでもそんなに愚直にやる時間ないじゃんって思うかもしれない、そんな仕事も忙しいと思うかもしれませんだから僕、いつも言ってるの、これ、社長力要請こそないなんですけどあの、とにかく金を払えと、金で時間を買うんです。 これ本末お金がない人には金使えって言ってるわけじゃないんだけども自分の生産性が上がらないとかもともとこう動きが鈍るなと思ってる時は金払うと早いです、えー、僕はさっき三十、えっと、万月30万もらうとか最低額で、ね、30万もらうとか34時間で50万とかもらうんですけども、えー、けど僕は10年の積み重ねをそのクライアントさんにしてますので10年分かかったコスト 10年分かけたあ広告費失敗した広告だったりとかクライアントの広告費とか全部を凝縮した形がそこに行ってますので払う,べきお金ですうーなので何て言うのかな、えー、一番シンプルな時間生産性の上げ方は専門家にお金を払うことこれにつきます。 えー、これはあの別に皆さんにあの僕のコンサルに金払いっていうつもりは全然ないですあのそんなに受けたくないのであのそんみんな自分で頑張ると思ってます、えー、ただその何が言いたいかというと皆さんそれぞれの分野で本当に皆さんがやるべきことですかっていうことあるんじゃないかってことです今普段やってる業務の中でね自分が本当にやらないといけないのかなだ僕僕はこういうふうに考えます。 何か必要なスキル何か必要なビジネスに必要な要素が現れたときにどういうふうに考えるかっていうとら、これをもっとうまくできる人はどこにいるんだろうって考えます。で見つけたらお金を払ってお願いします。ちなみにいないので今は育成するっていうことをやってますね。えー、コピーライターさんセールスライターさんを育成するっていうビジネスをしました。 もうだからコピーを書く時間があったら僕は社長業いろんな方と愛して影響を与えるっていうことがやりたいんですけれどもその方たちに貢献するライティングライターがいなかったので外に出せるライターいなかったので自分で育成するっていうことを今やってますうなのでなのでっていうかねパラダイムう自分がこれを専門以外いかに自分の専門以外自分の強み以外を やらななくて済むううにるるのかっていうふうに考えるうそうすると自分よりこれをもっと上手にできる人はどこにいるのかっていうふうに普段から思ってたら、えー、皆さんの生産性が上がりますよっていうことです。